今回 COP10 の時にこのイプシが発足したんですけど、その時が51のメンバーだったのが23増えて、74にメンバーが増えたというのはすごく嬉しいなと思いますし、そのメンバーを増やしていくことと、あとは今回の運営委員会でも議論されたこのイプシの活動、特にそのメンバーが共同して行う共同活動、そういった活動の中身がですね、いい中身となって活動が展開されていく、それぞれの世界各地の現場で展開されていくように、この里山イニシアチブが育っていくということが大事じゃないかなと思ってます。COP10 で、新しい世界目標ということで愛知目標というのが決まりました。で、その愛知目標の長期ビジョン、2050年の長期ビジョンに人と自然が共生した世界という長期ビジョンが盛り込まれて、その人と自然の共生ということを実現していく上で、この里山イニシアティブ、イプシが大きな力を果たしていくことがすごく大事じゃないかなと思っています。で、愛知目標はこれから10年が正念場で、2020年までの10年間、どこまでその共生の実現に向けて世界の取り組みが進めていけるかという大事な10年だと思います。で、この10年の間にこのイプシもどこまで中身の充実した取り組みを進めていけるかというのがすごく重要で、その手前には2012年、もう来年になりますけれども、リオプラス20がありますし、それから COP11 がインドでもあると、その2012年までにどこまで進めて、2015年までにどこまで前進させていくか、そういった短期、中期、長期のこのイプシのアクションプランを作っていくと、それに基づいて具体的な目標を持ってイプシの取り組みを進めていくことがすごく大事だというふうに思います。それと同時に、世界の各地でその場所の特徴に応じた、自然と調和した、自然と調和した土地や資源の利用の実践という意味で、それぞれ世界各地で成功例を現場レベルで作っていくということがすごく大事だし、その成功例を通じてそれをもっとこう世界に広めていくためのコミュニケーションツールというのを充実させていくということもすごく大事ではないかなと。